うん。これなこと食べ頃になっちゃうね。ちょうどやね。うん。ちょっと遅いわ。うん。もうちょっと早いでもよかったかもしれない。色が変わるよ。食べよう、食べない。うん。今食べよ。まあ俺後でね。後でまた終わった食べたらいい。いやちょっとやりたいことがあるから後で食べる。もうこれさっき出てる。ほら。うん。もうこれ寸前になってる。うん。明日なんかこれ食べらしちゃう。いやいや、朝はいい。食べていかないか。いや、朝はいい。ほんなおばあちゃんもんだ、食べるかやつ。うん、食べなさいよ。そんなにおばあちゃんだもん。じいさんと頼んじゃう。うん。お返しや。まあそれ、じいちゃんとばあちゃん食べてとるやん。おさじ取ってきなさいよ。はい、どうぞ。けどこのこれがんが一番美味しいんじゃない？美味しいかもしれない。ちょうど売れちゅう時をね、こっちや売れすぎぐらいかもしれない。いただきます。これは美味しい。よかったね。うん。けどこれ冷蔵庫入れとかないか。うん。うん。まあ、これはジューシーな。食べた？食べてないの、うん、言わんかった。おいしい。2つ入れちょくね。うん、入れちょってください。毎日1個食べる気。まい、これはうまいぞ。コーナンさん、これこれはうまい。うん、鏡をおっしゃってこれ、うん、まず種がないそりゃ今のけでくるよとかないよおばあちゃん種がない聞いたことない。聞いたことないね うん、まあいい。わろたね。わろたね。いいことよ。
冷蔵庫入れてからだ。うん、入れちゃってください。これ今が食べ頃やけどね、今晩絶対食べよう。食べる食べるね、食べる準備もしてきちゃう。うん、うん、これはうまい。うん、ジューシーなとはこのことや。ほう、ジューシーとはこの水分がよくあるということあ、そういうこと言ったらいいわい あ、これでも出てくる。こら。美味しかった。入れとこう。はい。うん、はい、えらい太いね。まだ2つある。あ、もっと太いね。6個。すごいね、誰も持ってくれたかな。そのお友達がね、今日面白かったこと言うたんやか。うん、うぐいすの話してね、うちはもうここしてうぐいすが泣くて、朝から泣いて、言う方も泣くて、うぐいすってどうでなくかねっていうが、うん